はい、みんなこんにちは。今日はみんなの車、路線バスを紹介するよ。このおもちゃは前のライトが光ったり、ドアが開いたり、おしゃべりするみたい。とっても楽しそうだね。それじゃ開けてみようね。よいしょ。よいしょ。バスの横を見てみると、お客さんがたくさん乗ってるね。そして前を見ると、あ、お姉さんが運転してるね。駅前広場行きだよ。後ろにも書いてあるね。バスの屋根にはボタンが3つとスライドが1つあるよ。まずはこの音符マークのボタンを押してみようね。いくよ。こんな風に4曲流れるみたい。次はこのお姉さんのボタンを押してみようね。お姉さんが何か喋るみたいだよ。いくよ。次はファミレス前、ファミレス前。次はファミレス前、ファミレス前。次は次、止まります。次、止まりますって言ったね。こんな感じでこのお姉さんがアナウンスしてくれるよ。次はこのスライドを動かしてみるよ。このスライドを動かしてみると、前のライトが光って、横の入り口と出口が開くよ。それじゃあ見ていてね。いくよ。せーの。ご乗車ありがとうございました。そしてこの真ん中のボタンを押してみると、発車します。発車したね。今日はみんなの車、路線バスを紹介したよ。ドアが開いたり、おしゃべりしたり、とっても楽しいおもちゃだったね。みんなも遊んでみてね。やあみんな、今日は働く車が出てくる不思議な自動販売機で遊んでみようね。僕は真ん中のボタンを押してみるよ。それ何が出てきたかな？これはゴミ収集車だね。ゴミ収集車は街をきれいにする働く車だよ。俺様は右のボタンを押すぞ。それ何が出てきたかな？これは救急車だね。病気の人や怪我をした人を病院に運ぶ働く車だよ。私は左のボタンを押してみます。それ何が出てきたかな？これは消防車だね。消防車は火事が起きた時に火を消したり、人を助けたりする働く車だよ。俺は右のボタンを押してみるぜ。それ何が出てきたかな？これはパトカーだね。街の平和を守る働く車だよ。いろいろな働く車が出てきて楽しかったね。それじゃ、バイバーイ。じゃんけんタイム。最初はグー、じゃんけんポン。チャンネル登録よろしくね。